のか。ローダン、北四六に反発する力が消えた。どうやら完全に力を失ったようだな。あの化け物のせいで三冊の魔導書の魔力が空っぽだ。でもこれで悲劇の元凶が消えた。大陸が救われるのですね。やったな、ストック。ああ、ローダン、ネメシアさん、大丈夫。覚悟していたことだもの。すごい揺れだ。急いで船を立て直さないとヤバいぜ。赤四六の魔力はあの戦いでほとんど使い切っているからな。もうこの船も動かせまい。どうなっちゃうの。このまま船と一緒に沈むのか。そんな、何か方法は。安心して、赤四六の最後の力でみんなを元の世界に転送するから。おう、頼むぜ。わしには構わなくていい。わし一人なら黒四六を使って自力で帰れる。向こうで待っているぞ。あとは俺たちだけだ。急ぐぞ、ネメシア。何を言っている？まさか。バカな考えはやめろ。お前も来るんだ。ごめんね、ストック。ネメシア！もうローダンと離れるのは嫌なの。ローダン、これからはずっと一緒よ。族長、アリステルから使いの方がお見えです。おお、よく来たな、エルンスト王子。久しぶりだな。だが、ストックと呼んでくれ。エルンストの記憶がない今は別人と同じだ。わしらが認める人間はそう多くない。お主の他は一人くらいかの。それはあのものですか。うん、それは帝国の最後の王子にしてグランオルグの初代王アリウムじゃ。アリウムは人間がしでかしたことの責任は人間が取るから待っていてほしいと言った。そういえばお前さんはアリウムに似ている。当然でしょう。エルンスト殿はグランオルグ王の末裔ですからな。そういえばそうじゃったな。ともかくまたこうして人間と協力し合える時代が来て喜ばしい限りだ。人間のしでかした事件に巻き込んでしまい申し訳なく思う。なんのなんの、その始末はちゃんと自分たちでつけたではないか。これからは昔のようにこの大陸に生きる仲間として暮らしていこうではないか。ブルート族は人間より頑強だ。我らの力が必要ならいつでも言ってくれ。ありがたい。ではその時はよろしく頼む。もう行くのか、ストック。
ガフカにも世話になったな。いやいや、礼を言うのはわしの方だ。お主と共に戦ったことで、わしはフォルガから許しを得て、こうして村に戻れた。これからも良き隣人として、よろしく頼む。うん。ある人？村長、西の畑のことで。おお、あ、来客中で。なぜここに？ひひん、うん、この姿ならわかるだろう。プロテアだったのか。お前に言われて心を入れ替えたのだ。それで故郷のこの村に戻って農地を耕している。うん、当たり前じゃ、人様の口に入るものだからな。王宮にいた頃、暇に明かせていろんな書物を読んだ。それを応用している。そうか、あの暮らしも無駄ではなかったようだな。もう十分贅沢はさせてもらった。だからこれからは他人のために生きることにしたのじゃ。今度来たらとびきりの野菜を食べさせてやろう。期待しておれ。ああ、楽しみにしている。これをやったのはハイスだな。奥に向かったのか。だが、そんなことを言っている場合か。エルーカ様の命がかかっているのだろう。我らが命に変えてもエルーカ様をお守りする。我らのやり方ではグランオルグを救えなかった。敗者だ。だが敗者となろうと、グランオルグを守りたいという気持ちまでは捨ててはいない。だから最後にこの命をエルーカ様のために使いたい。うん、それが、いや、ストックでいい。エルーカに会いに行く。へグランオルグもすっかり活気を取り戻したようだな。はい、おかげさまで良好です。小さい問題はありますが。小さい問題とは？市民が私に親しくしてくれません。今まで王族と市民との間には壁があったからな。だがお前ならできる。それができていたお兄様を尊敬します。何かあったら言ってくれ。すぐに駆けつける。たまには甘えてもいい。早速甘えたいところです。でも一度甘えたらやめられなくなりそうなので、今はやめておきます。そうか。でも約束しましたからね。一段落したらしっかり甘えさせていただきますから。ああ、早くその日が来ることを俺も祈っているよ。
入り口の結界が消えていたようだが、何かあったのか。セレスティアも開かれた里になったというわけだ。これからは積極的に外の世界と交流を図りたいと考えている。そうか、変わっていくんだな、この里も。うん、これもストックさんのおかげですね。俺だけじゃない、多くの人が各々できることをした、その結果だ。ところで、あとはどうしている？あとなら泉にいるよ、会いに行ってあげてよ。久しぶり。シャーマンとして成長したようだな、アト。アトもいつまでも子供じゃいられないの。ストックとみんなので救った世界をシャーマンとして守っていくの。でも、うん、どうした？帰ったか。各国の様子はどうだった？一言で答えるなら、今のところ問題ない。そうか、俺もそろそろ旅がしてみたいぜ。そう言うなよ、将軍。やめてくれよ。いくら人材が足りないとはいえ、俺は柄じゃないんだよ。俺はそうは思わない。部下を思いやり、無茶をさせない。お前は上官として立派だった。おだてたって何も出ないぜ。あなた、ストック、いつ帰ったの？戻ったらすぐに医務室に来るって約束したでしょ。報告が終わってから顔を出すつもりだった。だが体調ならどこも問題ない。確かに見たところ元気そうだけど、無理は禁物よ。分かっている。また俺が必要になったら遠慮なく呼んでくれ。邪魔するよ、ロッシュ。やあ、ストックも戻っていたのか。元気だったかい？ああ、あんたも元気そうで何よりだ、ラウル首相。やっと戦争が終わったんだ。これで元気が出ないわけがない。戦争や大陸の砂漠化に君たちが骨を折ってくれたんだ。これからは僕が頑張る番だね。ああ、頼む。あの、あ、しまった。あら、久しぶりね、若獅子さん。あんたこそ元気そうで何よりだ。ソニアさんが見つけてくれた薬のおかげよ。最近はどうだ？戦争が終わり、今はノア様の教えを広める仕事をしているわ。もともと私はノア様の弟子の一人だし、今の仕事はとてもやりがいがあるわ。ノア様の教えである人の道はいつの時代にも役立つから。そうだな、人には心の安らぎも必要なはずだ。あんたならきっとできる。え、やってみせるわ。そういえば、あなた宛に手紙が来ていたわ。手紙？君が戦争を止める以上の偉業を成し遂げたと風の噂で聞き、こうして筆を取った。今私は負傷の弟子と共に名を捨て世界を回っている。平和になった世界を見て
自分が戦争を終えられなかったことを恥じた。それと同時に肩の荷が下りたと感じたことも事実だ。君たちが作り上げる新しい世界、これ以上出しゃばってはいけない。これからはノア個人に戻り、別の生き方を探すことにする。私の残した教えが少しでも役立ってくれたのなら、私は満足だ。君の作った平和が永遠であることを遠くから見守っている。それじゃあ私はこれで。またゆっくり話しましょう。ストックじゃないか。おーい、軍に入ったんじゃなかったのか。少し前に辞めたんだ。今はここで働いてる。はい。似てるな。似てるでしょ。彼女ミメルの妹なんだ。なるほどな。お前も新しい道を見つけたということか。でも何かあったら声をかけてよね。すぐに駆けつけるから。ああ、だがそうならないようにするつもりだ。相変わらず世話を焼いているようだな。これがあんたがくれたストックという生き方だ。ハイスは今どこにいるんだ。どの国にもいないし、どの国にも行ける。この気ままな旅暮らしをしばらくは続けるつもりだ。それはいい。どうだ坊や、わしの旅に付き合わんか。それは楽しそうだ。だがお誘いはまたの機会にしてくれ。そうか。まあお前は短く濃い旅をした。今は休むべきだろうな。そうさせてもらう。あ、おかえりストック。ただいま、レイニー。お疲れだったね。みんなはどうだった？相変わらずだ。エルーカは気丈に振る舞っていたし、ロッシュはソニアの尻に敷かれていた。そういえば、あとは少し成長していたかな。それと、マルコは軍を辞めて酒場で働いていた。え？マルのやつ、軍をクビになっちゃったの？そうじゃないが、あいつなりの道を見つけたようだ。そっか。うん、それならよかった。詳しいことは後で話すよ。それよりレイニー、すぐに出発するぞ。え、今帰ったばかりなのに。どこへ？帝国跡地だ。まったく、すげえことだな。これでこの辺りもフォルガのように緑に囲まれる。セレスティアと同じになるの。これで本当に過去の清算ができるのですね。楽しみなの。これからはずっと砂漠化を心配しなくてよくなるんだね。どうしたの、ストック。見せてやりたかったな、ネメシアさん。ちゃんと砂漠化が終わったことを
教えてやりたかった。これを無駄にしないためにも私たちで平和を守っていかなきゃね。ああ、ネネシア、見ていてくれ。これから訪れる希望の未来を。静かね。本当にこの世界にはローダンと私だけ、二人だけの永遠の世界。あなたと湖畔で密会していた時はこのまま時が止まればいいなんて思っていた。それが叶っちゃった。ローダン、あなたに会えなかった時間は私にとってはとても長いものだった。でもこうしてあなたの顔を見ることができるようになっただけで幸せ。可能ならあなたの声をもう一度聞いてみたかったけど。私ね、たった一人で未来の世界に飛ばされてから今日までいろいろあったんだから。あとでその5年分を全部教えてあげるわね。すごく長い話になるけど、でも大丈夫。だって時間はいくらでもあるもの。本当に静か。邪魔するぞ。ストック、どうしてここに？それよりなんで来ちゃったの？ここに来ちゃったらもう戻れないのよ。こいつがここに連れてきてくれた。これは種。俺は今まで白紙録を使ってさまざまな失敗や悲劇をやり直してきた。最後の最後であんたたちだけ諦めることなど俺には許せない。それに本当の幸せや平和が誰かの犠牲で成り立っていいわけがない。呆れた。ストックがそれを言っちゃう？ニエになろうとしたあなたが。まあいいや。ところでその種はどこで手に入れたの？実は下のストック、せっかくだからこの種も埋めておこうと思ったんだ。ネメシアが赤紙録を復元した時を覚えているか？あの場所で拾ったんだ。せめてネメシアの代わりになればと思ってな。うん、あの二人もきっと喜ぶよ。綺麗な花が咲くといいね。そうだな。これはまさかこの種が。どうしたの？赤紙録が呼んでるのか？
ストック、この先にあの二人が待ってる気がするの。お兄様のことですから、どうせ止めても行かれるのでしょ。お前の無茶は今に始まったことじゃないしな。うん、いいんじゃないかな。どうした赤いの。いや、ストックよ。みんな大丈夫だよ、ストック。私信じて待ってるから。あ、それじゃまさかローダンの言っていた理論は、仮説は本当だった。仮説？赤白区はもともとローダンが設計したものだったの。その時に一つの仮説を立てた。可能性世界を渡る赤白区は、多くの可能性世界に触れるうち、新たな可能性を自ら生み出すかもしれないってね。つまりその種は赤白区によって生み出された全く新しいアーティファクトってこと。だからここへ、赤白区を持つネメシアの元へ導いたのか。そのアーティファクトがあれば、デュナミス号を再始動してここから抜け出せるかも。私たち帰れるかもしれない。ネメシアは今まで俺という可能性にかけてくれた。今度はあんた自身の可能性を試す番だ。未来を信じろ。あんたとローダンの未来を。ええ、やったなネメシア。うん、きっとローダンも大きな丸をくれるはず。今かすかだけどローダンが動いたような。ならばそいつが目を覚ました時、光の当たる場所で出迎えてやらないとな。そうね、みんなで一緒に帰ろっか。デュナミス号、発進！目的地は。俺たちの世界へ。
長かった、本当に長かったね姉さん。ええ、私たちに与えられた使命がこれでやっと達成できたわ。正直言うと、この悲劇から大陸の未来を救うのは無理じゃないかって思い始めていたんだ。仕方ないわ、何百何千と滅びの結末を目の当たりにしてきたんだから。でもその失敗の果てに私たちはストックに出会った。そうだね、そう考えたらあの積み重ねは無駄じゃなかったのか。ともかくこれで私たちの役目も終わりました。あとは穏やかに彼らが作る明るい未来を見守りましょう。そうだね、初めての破滅ではない未来だ。興味は尽きない。でもこれで僕たちの役目は本当に終わってしまったんだね。確かにちょっと寂しくなるわね。でもうん、これが一番だよね。さあ楽しみに見守りましょう。私たちでさえ見たことのない新しい未来を。